何これ、京山津、あ、読めなかった。北山品で俺は有原の奈良平、成平の女を送った。たあ、私たちのタクシーは木立の間を縫って急な細い山道を一気に駆け上がる。伊勢物語だね。おお、そうなんだ。俺知らないよ。博識だ、まあ、そういう人がいると助かる。あー、こちらに阿弥陀寺。あ、これはかろうじて行けたかもしれない。あ、こちらに谷、谷よりは谷の方が言いやすいかなっていうのがある。阿弥陀寺、こちらに阿弥陀寺。ここには生きながらミイラとなった前世常人の即身仏がある。間違ってたらごめん。あの有名なやつかな。有名なくせに名前を知らないっていうね。常人か。今は石室に入ってて見られないけどね。その話は前に来た時彼から聞いた。この寺の紅葉は有名で、前山っていいのかなこれ。前山を彩るというが、今は季節が終わってところどころにしか残っていない。わあ、お寺までがミイラだ。夏美が歓声を上げた。今まで見た中で最高に古い。確かにすごい。私もこれを初めて見たときは美大生としてかなりエキサイトしたものだ。まさに荘厳。え、真言って読むのこれ。真言って感じよね。アリサは静かにじっくりと味わうタイプだ。恍惚とした顔してるね。ねえ、アートしてるでしょ。実に絵になるお寺だよね。あの時の思い出がちらとかすめる。古美術的には京都で1、2よ。私彼と来た時は思わずここで一緒に写真撮って絵まで描いちゃった。トール、それって自慢？アリサが笑った。絵を描くってことは相当長い間さ滞在したってこと？違うよ、懺悔だよ。あんなやつ大嫌い。私の元彼岸川徹、その思い出のほとんどは嫌なものばかりだ。楽しいことなど思い出すのがやっと。それなのにこうしてやたらと口に出してしまう自分が尺だ。あー、しまった、今セーブと思ったんだけど。いいよね、さっきセーブしたからね。あー、でもちょっとまたいだか。はい、 A、 あんなやつもうどうでもいいのに。 B、 愛して憎んで憎んで別れたあいつ。 C、昔はいっそのことと思ったこともあった。いっそのこと、なんなの、結婚するってこと？はい、ということで ABC また選択お願いします。はい、じゃあね、 A いただきますので A でいきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ A、 あんなやつもうどうでもいいのに。ねえトール、別れた後の彼は今どうしているの？今見始めたので悪いと思ってましたが。あ、何、悪いことなんて何一つありません。はい、アリサがいきなり聞いてきた。こんなところで身元調査を始めるなんて。さあ、知らないね、もう他人だよ。どうせまたどっかの女のとこへでも転がり込んでるだろうさ。
キャハ。トールの彼って同性癖があるんだ。夏美が笑った。トールもそれやられたんだ。まあね、反同性だったけど、思い出したくもないよ。夏美もってお前もそうだったのか？うん、ベタ。彼のことで親と喧嘩になって、僕が家飛び出して部屋借りたら、あいつのこのこついてきて居ついちゃった。完璧にマゾコン同棲男。あいつが急にいなくなるまで。え、急にいなくなった？あいつが急にいなくなるまではずっともろべた。嫌なやつだったけど僕は惚れてた。夏美はちょっぴり寂しそうだ。かなりやば、かなりさ、ディスってっけど惚れてたんだな。今は彼どうしてるの？夏美はなぜか口をもごもごさせた。後で言う。アリサから言って。私の彼は死んだわ。さりげなくアリサは言った。え、事故で。ひどい死に方だったみたい。アリサはちょっと影を見せた。辛い思いでもあるのだろうか。あ、ザッピング来た。これは覗くでしょう。私は初めてその話をした。遺族から聞いた通りにそれ以上は言わなかった。悪夢のことは誰にも話したくない。悪夢。僕も。ちょっと黙ってから夏美が言った。実は僕の彼も死んだの。まあ、アリサは息を飲んでいる。そりゃそうだ。私ら三人のうち二人までも彼に死なれているなんて。へえ、あんたたちそうだったんだ。こんな時に言うべき言葉はない。難しいな。なんだか私だけ悪いみたいだね。済んだことよ。アリサはさらりと言って。夏美の彼はどうして亡くなったの？言えない。夏美は口をとんがらかせた。おいおい、私はこけた。夏美、それはないだろう。こうして仲良くみんなで告白ごっこしてんのに。そうよ夏美、なぜ言えないの？言いたくないんだろう。二人ともどうせ信じてくれないから。なんだか拗ねている。信じるわよ、言って。アリサ、フラグ立てんな。絶対超常現象的ななんかだぞ。わかった。じゃあ、言う。夏美は素直に顔を上げて。彼は殺されたの。この京都で。誰かに。去年の今日。違った。かなり現実的だった。まあ。本当かよ、おい。殺人事件。もっと遠い話だと思っていた。こんな身近にそんなものがあるとは。でもまだそのこと誰も知らないの。は？夏美は妙なことを言っている。え？じゃあそれを夏美がなぜ知ってるの？教えてくれたから。夏美は真顔で私らを見た。彼の霊が僕に。あらら、そういう話か。アリサが最も嫌う話だ。
やっぱり急に黙り込んでいる。ほら、だから嫌だって言ったんだ。おいおいおい、こいつら死んだわって。夏美はむくれた。そりゃそうだ、信じるって言ったんだから。だが言い訳をするでもなく、その以上の説明をするでもなく、いつの間にやらキャッキャと笑ってふざけている。本当はどう思っているんだろう。ザッピング、夏美。でも僕はもうこだわらない。言うだけのことは言った。信じるかどうかは本人たちの勝手だ。うん、まあな。ねえ、このお寺、皇族と縁が深いんだって。夏美が騒いだ。有栖川、有栖川宮なんとかとか書いてある。まあ、有栖川。有沙がやってきた。うちにも同じ名前の親戚がいるわ。ああ、そういえばそんなことを言っていた。その人、やっぱりお医者様？ええ、結構名のある医大教授だったみたい。でももう亡くなっちゃったけどね。ちょっと有沙の眉が曇った。それも何がしかの事件だったのだろうか。おう、ザッピング？ザッピング多いな。ちょっと待て、ザッピングもいいが、セーブしよう。そういえば、ちょっと、そういえば、あれも事故死だと発表されたが、謎の多い死に方だったとか。なんだか、なんて読むのこれ。ああ、これ結局読み方わからないままなんだっけ。岸徹の死と似ている。岸家と有栖川家、両家ともうちの遠縁だ。つまり我が一族はここ数年の間に二つもの不審死を出していることになるのか。まさか二つの事件に関連性はないだろうけれど、トールって名前多いね。はあ。アリサの面差しが変化した。何か別のことを考えたのだろう。なったのだ。今度は何だろう。おいおい、ザッピング。首、私はまた思い出してしまう。首一つ、指一本が飛んだ。そして女が逃げた。女はあの舞妓だった。彼岸花の振り袖、揺れる彼岸花、首。私はそれを見た。偉大な偉大教授って呼んでさっきふんって笑ってた。ごめんね、俺の笑いが鼻で笑うのすごい感じ悪いでしょ。ごめんね、これ癖なんだ。グフフ、首、グフグフ、クー。待て、ちょっと待て。おぉ、待て。なんだろう。誰かの声が聞こえた気がしたのだけれど、動揺するだろうが。ザッピングしたらゲームオーバーってないよねって、もう。びっくりした。さっきセーブするって言ったばっかなんだからさ。でもセーブするね。ちょっとここ読まないで。セーブするわ、もう。ドキドキした。